早速始めていきましょう。じゃあね、今日長座からいきます。マットの前の方に足を伸ばして長座姿勢になっていきましょう。両手はね、腰の後ろ、ここはね、まだ楽々しててください。足から動かしていきます。足首をマット幅まで広げてあげたら、足首回しからいきましょう。外回し、内回し、ぐるぐるぐるっと足首を回してあげて、で少しずつね、足も目覚めさせていきましょう。まずまだ朝一でね、体もワキワキの方多いかもしれない。ちょっとずつね、足から目覚めさせていきましょうね。足冷えてる人も多いかな。ちょっとずつね、足にも血流を送ってあげましょうね。はい、ではストップしたら、太ももふくらはぎを床にポンポンと叩いてあげて、足もちょっとずつ目覚めさせていきましょう。ガンガンいかなくて大丈夫、気持ちいいなって思える力加減でね、少し太ももふくらはぎに刺激を与えてあげてください。はい、ではストップしたら両膝立てます。足首ね、マット幅ですね。で膝を左右にパターンパターン倒してあげましょう。股関節から腰の方までほぐしていきます。膝の内側をマットの方に近づけてあげると、股関節からこの腰の方までね、しっかりほぐれてくると思いますので、まあ、痛かったら無理しなくていいんだけど、膝の内側をマットの方にね、少し近づけるように動かしてみてください。はい、では真ん中でストップしたら、今度はね、マットに四つん這いになっていこうと思います。マットの真ん中、肩の真下に手首、腰の真下に膝で、膝は握り拳1個分のスペースを空けて、そして足の甲はね、今日は寝かせちゃいましょうか。手のひら大きなパーに広げたら、ここから、人差し指正面ですね、中指、薬指、小指は少し外向きになってきます。で、肘1ミリ曲げて脇の下締めておいてくださいね。顎を軽く引いて、今日のテーマ肩首です。ここはね、こうやってギュッてならないようにしてほしいです。肩や首にしっかりスペースを作ってあげてください。ではまずここから、肩をね、ほぐしていく動き、一緒に練習していきましょう。では次の数呼吸で右手を横から持ち上げます。目線も右手、指先を追いかけて、で吐いて左手、左膝のトンネル通過させるように背中丸めます。この動きあと2回いきましょう。吸って横から右手持ち上げる、目線も追いかけて、吐いて左手、左膝のトンネル通過させます。ゆっくり丁寧に吸って、右手横から持ち上げましょう。胸を開いて吐いて、左手、左膝のトンネル通過させたら、このままね、スーッと右手をもっと通過させて、右の肩、右のこめかみを床に置いちゃいましょう。で、この時にね、腰の下に膝があるポジションにしてください。左手は指先立てて頭の向こう側に伸ばし、左の腰を少し後ろに引いてあげて、骨盤の位置ずれないようにしましょう。左脇の下、ヒューッとマットの方に向けて、肩甲骨ね、今寄せるんじゃなくて開いてみてください。で、優しく目を閉じたまま背中に呼吸を送ります。背中で吸って、背中から吐く。呼吸をね、肩周り、背中にも送ってあげましょう。ではこの伸ばしている左手、次の吸う呼吸、後ろに流していったら、吐いて肘を曲げて、右太ももの付け根キャッチ取れるでしょうか。もし届かなければ、左手の甲を腰に置いたままでも大丈夫。ここはね、自分の起きやすいところに左手を添えてあげましょう。左腰も少し後ろに引いて、顎を引いていきます。首の後ろシワシワ入れないようにしながら、肩と耳を離して、首、肩、スペースを作りましょう。もう一つ吸って吐きます。ではゆっくり左手ほどいて、左手のひらマットに戻したら、吸って左手プッシュ、右手引っ張り出して四つん這いに戻っていきましょう。はい、じゃあ反対側いきますよ。吸って左手横から持ち上げます。目線空、吐いて右手、右膝のトンネル通過。これ繰り返します。吸って左手横から持ち上げる、指先追いかけて、吐いて右手、右膝トンネル通過。もう一度吸って、左手アップ、胸を開いて、吐いて右手、右膝のトンネル通過させたら、このままスーッと左手を右の壁の方に流していって、左の肩、左のこめかみをマットに下ろしちゃいましょう。右手指先立てて頭の向こう側に伸ばし、右の腰少し後ろに引いてあげて、骨盤のポジションずれないようにします。顎を引いて、そして右脇の下がマットも引き、肩甲骨は寄せるのではなくてね、開いてあげましょう。背中で吸って、背中から吐く。
ではこの伸ばしている右手、次の吸う呼吸で斜め後ろに引っ張り上げたら、吐いて肘を曲げて左太ももの付け根キャッチ取れる方は取っていい。もし難しければ右手の甲をこの腰のあたりにね添えてあげてください。無理のないところに右手を添えてあげたら、顎を引く、肩耳離して背中で吸って、背中から吐きます。ではそーっと右手ほどいたら、右手のひらマットに下ろしましょう。吸って右手プッシュして左手引っ張り出します。四つん這いに戻っていきましょう。はい、じゃあ続いてね、アナハタアサナいきます。今両手のひらを置いているところに肘を置いちゃってください。肘は肩の真下です。そして両手合掌、手のひらを合わせて指先が正面向きます、向きにしていきます。肩の真下に肘で、膝はね腰よりちょい後ろに下げておいてください。膝はね握り拳1個分のスペースです。では次の吸う呼吸でゆっくりお尻を斜め後ろに引っ張り上げて、吐いておでこマット、そして合掌、手の指先を空の方に向けてあげます。ちょっとね難しい体勢なんですが、いければね胸の中心を吐きながら床の方に近づけましょう。吸ってお尻は斜め後ろ上、吐いて肩力抜いて胸を開いていきます。アナハタアサナ、胸と肩を開いていくポーズです。呼吸をね肩にも送ってあげましょう。もう一つ吸って吐きます。じゃあ次の吸う呼吸でゆっくり頭を起こしましょう。合掌、手の指先も前向きに戻していったら、もう一度肩の真下に手首を置いてあげて、で次の吐く呼吸で一回チャイルドポーズ入れます。お尻、かかとの上、おでこマット、肘軽く曲げて肩首力抜いたら背中から吸って、一回口から吐きます。口を閉じて、肩ねしっかり動かしていったので肩甲骨周りにたっぷり呼吸を送り届けてみてください。ではここからチャイルドポーズね、少しアクティブな、ストレッチを効かせたチャイルドポーズに切り替えていきます。肘しっかり伸ばして、今度はね手首を肩幅よりちょっと広めにセットしてあげてください。人差し指正面、中指、薬指、小指は外向き、そしておでこマット、脇の下ぎゅーっとマットの方押し込むようにして肩甲骨開いてあげましょう。人差し指と腰の引っ張り合い、こう長く広い背中を作ったら、ここから背骨に波を起こしていきます。次の吸う呼吸、丸い背中でゆっくり四つん這いまで起き上がりましょう。で吐いて身を乗り出す、ゆっくり腹ばい、脇締めてスローモーションで降りていきます。足の甲を寝かせたまま、吸ってコブラのポーズ、肘後ろ、顎を引いていきます。で吐いて肩をねもう少し後ろに下げてみましょう。かかと空向きで、そして顎引く、首をねこういう風にシワシワ入れないように、目線はマットで大丈夫、手に頼らずに背筋使ってあげましょう。もう一つ吸って吐いて、ゆっくり頭を下ろしていったら、ここからつま先立ちです。吸って両手マットプッシュしたら、吐いてダウンドッグ、アドムカシュバーナサナに入っていきましょう。ゆっくり足踏みしていきます。膝、足首柔らかく動かしましょう。ペダルを漕ぐように片足ずつかかとマットに押し込みましょう。太ももの裏やふくらはぎ、アキレス腱、しっかりね呼吸を送ってみてください。はい、では足ストップしたら両手の間見ます。片足ずつ手首の手前まで歩みましょう。そして両足揃えて前屈、膝曲げます。首頭だら、この時に膝曲げていいので、太ももの上に完全にお腹乗せるようにしてあげて、頭の重さで背骨に後ろ側を伸ばしてあげましょう。背中から吸って、吐いて頭が重くなる、首の後ろや腰の伸びを感じていきましょう。ではここから足踏ん張ったまま、両手背中が指を絡めます。吸って拳上、肩甲骨寄せて、吐いて頭力抜いていきましょう。もう一つ吸って、吐いて腕だらマットに下ろしていったら膝曲げます。吸ってロールアップ、背骨一個一個積み上げるようにして、そして吐いて背骨の上に頭が乗っかります。はい、じゃあ大きい方の画面に切り替えていきますね。はい、じゃあここから、全身を、ね、大きく使っていこうと思います。マットの前、タダサナ山のポーズからスタートしていきましょう。マットの前、足の指付け根揃えます。そして足指広げてマットグリップ、地に足つけましょう。目線正面、顎を軽く引いて、かかとと頭頂の引っ張り合いっこ、胸は張らなくて大丈夫です。気持ち尻尾の骨下向きね、おへそと恥骨の皮膚を締めて、下腹部はね安定させておいてください。
膝を軽く閉じておきましょう。両膝ね軽く曲げても大丈夫。では両手胸の前で合掌、中心にエネルギーを集めていきます。優しく目を閉じたら鼻から吸って、一回口から吐きます。口を閉じて意識をね自分の内側へと移行していきましょう。吸うたびに体の中中心から広がっていく。吐くたびに肩や腰疲れがリリースされるように、自分の中に流れる呼吸をしっかり感じながら、ここからね全身をパワフルに動かしていきましょう。ではゆっくりと目を開けます。はい、じゃあここから早速動いていきましょう。一緒にね流していきますよ。吸う呼吸で両手横から持ち上げます。頭の上が正面線、指先です。で吐いて前屈、膝を曲げて首頭、吸って背骨半分起こし胸を開いて、吐いて両膝軽く曲げたら両手カップハンズのまま左足だけ一歩大きく後ろに引いていきます。ここでストップ、ポジション確認しましょう。右膝90度に曲げて、右膝の下に右足首を置いていきます。そして左足かかと斜め45度内側に踏み込みますが、この左足のつま先をこのマットの端のラインに揃えてください。あんまり後ろに下げすぎなくて大丈夫。両方の足同じ力で踏ん張れるようにしましょう。右の腰キュッと後ろに引いて、お尻のほっぺたを少しね固めるようにしながら、骨盤ですね、お尻の筋肉で包み込んであげましょう。脇を締める、顎を引く、背筋しっかり使ったら両手腰です。ここから次の吸う呼吸で上半身を前向きに起こしていきましょう。右腰引いて左腰少し前ね。そして腰が反りすぎないように恥骨をヒューッと引き上げるようにしましょう。背骨上に伸ばしていったら背骨の延長線上を吸ってるようで万歳、戦士のポーズ1です。吐いて肩リラックスしましょう。もう一つ吸って胸を開いて、吐いて両手下から後ろ、指を絡めて肩甲骨寄せていきましょう。吸って拳下、胸目線空、吐いて顎軽く引いて片耳を離します。胸で吸って、で次の半呼吸でハンブルウォリアー、頭を右足首の内側にゆっくり下ろしながら拳空高く持ち上げます。もう一つ吸って拳上で、吐いて腕だらマットに下ろしていったら左手に導かれるように起き上がりましょう。吸って左手上から後ろに引っ張っていって、吐いて戦士のポーズ2に入っていきます。尾底骨と頭頂一直線、両方同じ足の力で踏ん張って肩リラックスしましょう。目線右手指先見て、吸って背骨が伸びる、吐いて足腰強くなる、リバースウォリアー、右手のひら空向けて、吸って右手胸目線空に解放、吐いてこのまま右膝踏み込む、右あばらウエストの広がりを感じて、吸って吐いて上半身起こしたらトリコナーサナいきます。吸って右膝伸ばして、吐いて上半身前にスライド、右のウエスト伸ばしましょう。右手すねに、次の吸う呼吸左手目線空、吐いて肩を開いて顎も軽く引いていきます。吸って両手両足が大きく伸びる、で吐いてお腹から全部吐きます。右膝1ミリ曲げても大丈夫。そしてこうやって肩すくめないように、あるいは肩甲骨より寄せすぎて反らないようにします。鎖骨や肩甲骨全部広げてみてください。もう一つ吸って、吐いて左手カップハンズでマット、右手カップハンズでマット、右膝90度に曲げたら左足つま先立ちに戻しましょう。では左足前に戻りますよ。吸って左足アップ、吐いて両足揃えて前屈、膝曲げます、首頭だら、吸って横から両手持ち上げましょう。頭の上合掌、目線指先、吐いてナマステ、胸の前で合掌、中心に戻りましょう。反対側です。吸って横から両手持ち上げる、大きく吸い込んで、吐いて前屈、膝曲げます、首頭だら、吸って背骨半分起こし胸を開きましょう。吐いて両膝軽く曲げたら今度右足一歩大きく後ろです。ここでストップして、左膝90度、右足はかかと斜め45度内側、右足のこのつま先がマットの横のラインに触れるように、左の腰少し後ろに引いて、お尻でね骨盤を包み込みます。顎を引いて少し背筋意識しながら両手腰、次の吸う呼吸で上半身を起こしていきましょう。左腰引いて右腰前、少しね恥骨を引き上げるようにして背骨上に伸ばしていったら、次の吸う呼吸両手万歳、選手のポーズ1、吐いて肩リラックスしていきましょう。もう一つ吸って胸を開いて、吐いて両手下から後ろ、指を絡めたら吸って拳下、胸目線空、
吐いて顎軽く引いて片耳離しましょう。胸で吸って、次の吐呼吸でハンブルウォーリアー、左足首の内側にゆっくり頭を下ろし、吸う呼吸で拳上、吐いて頭力抜いていきます。もう一つ吸って、吐いて腕だらんマットの方に下ろしたら右手に導かれていく、吸って右手上から後ろに引っ張っていって、吐いて選手のポーズ2に入っていきます。ちょっと向き変えるね。吸って背骨は上に伸びて、吐いて足腰強くなる、手の指先が左右にスッと広がっていきます。リバースウォーリアー、左手のひら空向けて、吸って左手胸目線空、吐いて左膝もう一つ踏み込む、肩リラックス、胸を開いて吸って、左あばらが開いて、吐いて上半身起こしたら三角のポーズいきましょう。吸って左膝伸ばして、吐いて上半身を左側スライド、ウエスト伸ばしていったら左手すねです。次の吸う呼吸右手目線空、吐いて肩を開いていく、顎を引いて、吸って手足が広がる、でお腹から全部吐く、左膝1ミリ曲げて、両方の足しかしっかり踏ん張っていきます。もう一つ吸って、吐いて右手カップハンズマット、左手カップハンズマット、左膝90度に曲げたら右足つま先立ちにね戻してみてください。ではここから両手のひら、肩幅、人差し指正面、肩の真下に手をしっかり置いていきましょう。プランクに行きますよ。吸って左足後ろプランク、お腹から吐いて腹筋締める。ではもう一つ吸って、両手マットをプッシュ、吐いて両膝マット、で身を乗り出すようにしながら脇締めて、スローモーションで腹ばいまで降りていきましょう。足の甲を寝かせたら最後のねコブラのポーズ、両手背中が指を絡めて、肩甲骨ね寄せながら背筋使います。吸って拳後ろに引っ張るようにしてあげて、胸溝を調整していきましょう。吐いて顎軽く引いて片耳離していきます。かかと空向き、足の甲浮かないようにしましょう。もう一つ吸って、吐いてゆっくり頭を下ろしたら両手胸の横に下ろしてあげましょう。吸って両手マットプッシュして、吐いてチャイルドポーズで1回休憩します。おでこマット肘軽く曲げて、肩首力を抜いていったら背中から吸って、口から吐く、口を閉じて、体と心がもう一度落ち着きを取り戻すのを待ってあげましょう。では呼吸が落ち着いたら手のひら顔の横に引き下げ、吸う呼吸両手マットプッシュして、ゆっくり起き上がってきてください。はい、じゃあちっちゃい方の画面に戻して、ここからね、少し、沈めていくポーズやりましょう。次はアルダマツエントランサナいきます。じゃあちょっと私、マットに対してこう横向きになるので、皆さん見やすいところで見てね。では、アルダマツエントランサナですね、鏡写しでいこうかな。まずねこの左膝を立ててあげて、私鏡写しだと思って同じ方向でいきましょう。で今横に倒れてる右膝を自分のねこのおへその前まで連れてきてください。おへその前に右膝が来るように、でこの右膝の外側に左足首を置いてあげましょう。意味わかるかな、大丈夫で、両方の膝できるだけこの背骨の縦軸に揃うようにしてあげましょう。そして、このね、両手で、左膝をつかみながら少しねこの左膝の高さ調節してください。これ結構ねお尻ストレッチきついんですけど、難しかったら下のね足はちょっと伸ばしても大丈夫、でもいければ両膝曲げてみてください。でまず自分の両膝が自分の背骨中心軸にあることを確かめて、できるだけ左足の裏はマットの方に下ろしてあげてください。ではね側屈をまず入れていこうと思います。この左腰の20センチぐらい離れた床にカップハンズ指先を置いてあげましょう。足できるだけこのままキープして、右手のひらくるっと空向けます。吸って右手アップ、横から右手持ち上げて、吐いて左側に体を少し倒しましょう。左手の指先ね少し横に倒しても大丈夫、肩力抜いて、吸って目線横から上、吐いてお尻ヒューッとね床の方に下ろしてあげて、気持ちよくねこの体の右側開いてあげましょう。もう一つ吸って、吐いて右肘ゆっくり曲げたら、この左膝の外側に右の肘を引っ掛けてみてください。左手の指先を背中の後ろに回し下げたら、吸って顎を引いて頭上、吐いて左肩越しに後ろを振り返りましょう。優しく目を閉じていきます。吸って背骨が上に上に、
吐いて骨盤が両方とも大地に安定していく。少しいつもより ねじりきついかもしれません。鎖骨や胸を開いてあげて、息苦しくないようにね、呼吸の通り道を確保してあげましょう。もう一つ吸って吐きます。じゃあ次の吸う呼吸でゆっくり右で持ち上げたら吐いて右手を下ろしましょう。では足をチェンジしていきます。今度は右膝を立てて、左膝曲げたまま外側に倒しましょう。まずこの左膝を自分のおへその正面に置くようにしてみてください。そしてこの左膝の外側に右足首を置いてあげます。で両手で右膝掴んでもいいので、少しね膝の位置を中心に合わせるようにし、あとお尻の座り心地もねちょっと確かめてみてください。はい、では土台が安定したら、足できるだけこのまま手を離していきましょう。右手カップハンズで右腰の延長線上30センチぐらい離れた床に置きます。左手のひらくるっと空向けたら、吸って左手アップ、左あばらウエスト広げて、吐いて右側に少し体を倒します。右手の指先横に広げられそうだったら、少し外側に歩ませても大丈夫。吸って目線横から上、吐いて肩力抜いて、左のお尻ヒューという顔に押し込んであげて、この体の左側側面開きましょう。もう一つ吸って、吐く呼吸で左肘ゆっくり曲げて、この右膝の外側に引っ掛けていきましょう。そしてこの右手の指先を背中後ろ側に回してください。吸って顎を引いて腰から頭頂一直線、吐いて右肩越しに後ろ振り返って、優しく目を閉じていきましょう。吸うたびに背骨の関節一つ一つ広がるように、そしてお腹から全部吐き出していきましょう。鎖骨や肩開いてあげて、優しい呼吸をね体に丁寧に送ってみてください。もう一つ吸って吐きます。では次の吸う呼吸で左手アップ、吐いて上半身正面向きに戻し、左手を下ろしましょう。ではゆっくり両膝を立てていったら、膝左右にオープンです。バタコナーサナ行きましょう。両手でねつま先包んでいったら、腰骨にぐーっと伸ばし、肩首力抜いてあげます。膝をね上下に揺らしてあげて、股関節太ももお尻ね楽々してあげてください。でこの時に膝をねガンガン床に下ろさなくて大丈夫。膝を揺らしながら股関節周りをねこう緩めてるようなイメージになりますね。はい、ではストップしたら1回だけ前屈していきます。両手つま先包んだまま、吸って腰から頭頂ぐーっと引き上げていきましょう。で吐いて両手カップハンズマットの前に置きますが、いきなり頭を下ろして腰を丸めるんじゃなくて、まず吸う呼吸で腰をスーッと伸ばしてみてください。これ最優先ね。で吐きながらいけそうであれば両手のひらマット、肘少し緩めてあげましょう。では吸って腰を伸ばして、吐いて頭力抜いていく。最後の最後に頭の重さを感じて背中を丸めてください。でもできるだけ腰は伸ばすようにしてあげましょう。もう一つ吸って腰が伸びていく。ゆっくり吐きます。では次の吸う呼吸で両手マットプッシュして起き上がっていったら、吐いて両手で膝を閉じて、最後仰向けになってね、少しいくつかクールダウンのポーズ入れてシャバーサナまでつないでいきましょう。水分必要な方は取ってからで大丈夫なので、両膝を立てた仰向け姿勢になっていきます。よいしょ、ちょっと待ってね。ほい、では膝を立てて仰向け姿勢になっていきましょう。安定感をね体の背中が上半身で感じていきます。では両肘抱えて、肘抱えて腕頭の上、そして、この体勢で肩や胸の広がりを感じてみてください。では次の吸う呼吸で両足を空高く持ち上げていきましょう。逆転のポーズですね。そして膝はいけるところまで伸ばしてください。ちょっときつかったら、ね、曲げてても大丈夫。つま先は今日はね少し力抜いてあげましょう。優しく目を閉じても大丈夫。鼻から吸って鼻から吐く。足先のね冷え、最初より少し解消できたかな。逆転になってくると少しねつま先力抜くと足の指先までねじんわり血が巡るような温かさを感じられるかもしれません。じゃあもう一つ吸って、吐く呼吸でこのまま開脚行きましょう。開脚行くときはね行けるところまでかかとを突き出してあげてください。ちょっと待ってね、私壁に当たっちゃった。よいしょ。
で気持ちよく開脚できる角度を探してみましょう。できるだけかかと突き出して、内もも、そして股関節に、ね、たっぷり呼吸を送ってあげましょう。もう一つ で吐く呼吸でゆっくり膝を曲げたら、仰向けのバッタコナーサナですね、足裏合わせましょう。両手つま先包んであげて、で手がねつま先に届かない方は足首とかすね掴んでても大丈夫。今はね開脚しながら上半身背中側の安心感を感じてみてください。では優しく目を閉じたまま、後頭部両方の肩甲骨、背骨や腰まで全部背中側が大地に落ち着いているのを感じてみましょう。そして優しい呼吸、体の中にどんどんね広げてあげてください。あ、もう一つで吐きます。ふう、ではゆっくり手をほどいたら、今度膝を閉じて両手膝の外から包み込んであげる。卵のように丸くなったら左右コロコロ転がって、優しく背中側腰マッサージしてあげましょう。そして今日この朝ヨガの時間ね、頑張ってきた自分自身抱きしめてあげてください。では真ん中でストップしたら、ゆっくり手足をマットに下ろしてあげて、最後シャバーサナですね、少し休息と回復の時間を取っていきたいと思います。リラックスしてマットに横になったら、足はマットの幅まで広げます。仰向け腰痛い方はね、膝立てて足首マット幅のまま、膝だけ閉じておいても大丈夫ですよ。ご自身の腰が痛くないように足のポジション調節してください。両手は体から少し離して、のひら空向き、優しく目を閉じたらゆっくり鼻呼吸しましょう。鼻から吸って、鼻から吐く。今日一番ね優しく穏やかな呼吸を体の内側にたっぷり広げてあげましょう。吸うたびに体の隅々、細胞一つ一つまで呼吸が届いて、吐くたびに全身の疲れ、力み、緊張を全部手放していきましょう。呼吸のたびに体と心が次第に穏やかさを取り戻していくのを感じてみてください。ではあと一つ呼吸を行います。全部吐き切れたら一度伸びをしましょう。両足閉じて、両手頭の上で組みます。吸って伸びて伸びて、吐いてリラックス。両膝立てたら横向きにコローンと倒れましょう。少しそのまま呼吸を整えます。背中も丸くしてあげて、居心地のいい場所探します。では呼吸が落ち着いたら、腕で床をしながら頭最後になるように横からゆっくり起き上がってきてください。はい、皆さんお疲れ様でした。